ちょっと切り替えて、次のレイソルはホームですか、アウェイですか。アウェイですね。ホームだろうが、アウェイだろうが。関係ないの。はい。でも、行ってみたいんだよな、レイソルのホームスタジアム。プレミアリーグみたいじゃないですか、観客席近くで。ああ、確かに。でも行ってみたいな、遠いんだよな。いろんな地方から比べたら行ける距離ですね。確かに。レイソルってどういうチームなんですかね。結構外人の補強がうまいっていうか、爆発的なフォワードがいるみたいなイメージが。ブラジル寄りのチームって感じですよね。うん、そうっすね。ブラジル人が引っ張って。レアンドロ・ドミニゲス選手がいた。ああ、そうか。去年はオランダ、あれはどっち系、アフリカ系の。あれはアフリカっすね。スペインは MVP だっけ。両方じゃない。そうっすね。それで今回も注目的な選手、中盤の選手でマテウス・サビオ選手って違うんですけど、この選手が起点、この選手がこれ持ったら攻撃の合図に、レイソルも外から攻めてクロス上げて中に強いフォワードがいるから。ああ、そうっすね。ドンみたいなチームでございますね。でもなんか前の試合を見てた限りだと、ボールは持てるけど最後のところで決めきれないみたいなところがある。似てます。似てます。まあなのでね、ベガルタはよりこう厳しくいけば全くチャンスを作らせないぐらいできると思う。ペナルティエリアの近くで簡単にボールを出せたりとか、シュートを出せないところを徹底していただきたいね、守備の場合からね。あ、うん、そうか。ちょっとこの流れでね、振り返りの時に出すのかと、うんうん、福島の試合見てて最初から結構ガンガンプレス行ったりとか、うん、ボール持ったら早い展開でっていうふうに見受けられたんですけど、はいはい、ただ緩急ないなと思ってます。あ、この辺シワだったら通用するかな。どうなんですか。でもやっぱりあの速い守備、素早く寄せて取られたらすぐ切り替えるっていうのはすごい良かったけど、確かに取った勢いで攻めようとするけども、それで行かなくてもいいっていう選択肢もありますからね。やっぱりそこは相手の監督の名将ネルシーニョ監督ですから。うわ、そうだ。そこはやっぱ戦略を見てくる感じだと思うんですよ。レイソルもまだ合格圏脱出だけど、優位なところにいるけどまだ分からないみたいなところにいるじゃないですか。だから多分そこはしっかり守備、まず点は取られないように出てくると思うんで、確かに攻撃も出陣なわけにはいかない。そうなってくるとあれかな、中川選手をボランチで最初から使ったり、右サイドで最近使われてるから右サイドで使ったりっていうのをやると一足引き足が出るかもしれないですね。そうですね。キーマン中原、もしかしてそうかもしれない。あとあれだね、この前の途中出場だったけど、レイソルの時はヌートン選手ですね。元ベガルタ、はい、いますから。あの奇跡の2位まで送り詰めた時のヌートン選手、決定力っていうか大事なところでなんか泥臭く決めてくるみたいなのがあるし。そうですね。ヌートン選手いいよね。手にゴリゴリいけるし、そうかと思えばこう柔らかい動きで追い出せるしみたいな、重心低くてパンチ力はあって、ベガルタ苦手だと思うな。あれですね、スプーノリ選手とかがもしかしたら契約かもしれないです。アピーが多分いけると思うけど、アピーとか得意かもしれないからね。確かに確かに、それはゴリキでも結構あれだね。レイソルは調子良かったあのペドロ・ハウルっていう選手フォワードにいたんですけども、はいはい、最近退団しましたから、メキシコかどっかになんかレンタル期限付きとかいなくなっちゃったんで、はい、まあちょっとラッキー。クリスチャーノ健在ですね。いますね。常に得点な雰囲気なんですよ。ありますよね。狙わずしてもパスだったんですけど、レイソル要所要所のポジションに結構外国人選手置いてますよね。ディフェンスにもエメルソン・サントス選手っていう選手がいて、中盤にはマテウス・サビオ選手がいて、フォワードっていうかツリートップ、ツーシャドウのところにクリスティアノ選手がいて、でサブに何枚かいてみたいな。最近外国人スケッチ選手にやられてるイメージがあって、うん、トスあたりから出た、フリーキックね。あ、そうそうそう、はいはい、そのフリーキックから始まって、チアゴ・サンタナ選手、徳島の時はなんかね、チアゴ選手が途中から出てきて、そのまま見事になんか攻撃シャットアウトしてて、外国人選手にやられてるんだっていう。そしてもベガルタの外国人選手も期待しますでしょうね。カルドゴ選手も、ね、最近オッキー選手、オリーブって言ってないですね。最近どうしたんですかね。ベガルタが固定じゃないから、毎節毎節で変わってくるから、なんか相手からしたら予想しにくいですよね。ああ、怖いですね。まあ、レイソルといえば、ベガルタの今シーズン初勝利した相手ですし、このベガルタが2シーズンぶりにホーム初勝利した相手でもあります。となると、今シーズンの相性から言うとバッチリですよ。お、いいですね。ちなみに、その勝った時って誰決めたんですか？ハチスカ選手のクロスからの西村選手のヘディングから、おヘディングかボレーかで合わせた感じの、今回もあるから黄金連携がやっぱ相性ってあるから、なのでやっぱ今回のスコアは西村選手の1点、大丈夫、クリーンシートからの1点、1-0でベガルタ。最近ベガルタあれなんです、連敗続きのチームとぶつかってっていうのが結構多いんで、うんうん、そうっすよね。あれ徳島も連敗してた、連敗してました。そうおかしいな、この流れで叩いてほしいんだけど。そうね、18位か、まだ18位だもんね。そうっすね、次勝っても広げられちゃったから徳島は抜けないけど縮めたい。なんせその上の16位15位とそんなに差がないからね。あるけど厳しい状況ではありますけど、勝てますよね。
守備いいもんだ。そう。セットプレーなんだよ。あ、そう。セットプレーなんだよ。これだけ本当気をつけてほしい。で、はい。頑張れ。